ちの園は別名夢作り幼稚園って言っているぐらい、子どもたちに夢を持ってもらいたいというふうに思っています。なので子どもたちの発想っていうのを大事にして日々の保育を行っています。先生たち自身もやはり夢を持つ、それから自分の思った保育が実現できる、そういう環境を作れるように配慮してやっています。一つは先生たちがすごくのびのびとしているというか仲がいいことかなとは思っています。二つ目はすごく給食が美味しいことがこの幼稚園の売りかなっていうふうに思います。3つ目は一緒に子どもたちと過ごしていく上でこの幼稚園の先生になれてすごく良かったなって思えることがたくさんあって、子どもたちと一緒に過ごしていくうちにいろんな成長が見られるのがいいところだなっていうふうに思います。うちの幼稚園は火星に幼稚園を作るっていう夢を持ってまして、この緑の大地から子どもたちが大きくなって宇宙に飛び立つ、そんな時代を夢見て園作りをしています。